ラグビーリーグ、ラグビーリーグフットボール、通称ラグビーリーグは、長方形の芝生のフィールド上で1チーム13人の2チームによって行われるフルコンタクトスポーツである。リーグラグビーと呼ばれることもある。ラグビーフットボールの2つのコード、ルール体系のうちの1つであり、選手への支払い問題のためイングランドのラグビーフットボールユニオンから話した1895年に期限がある。 日本でラグビーと呼ばれているのは15人制のラグビーユニオンである。プロ化が分離の原因であったため、リーグ側は観客のためにより早く、より面白い試合を作り出す目的で徐々にルールを変更していった。しばしば最も厳しく最も身体能力が要求されるチームスポーツであると研究される。ラグビーリーグはイングランド、特に歴史的カウンティランカシャー、ヨークシャー、 カンバーランドのタウンやオーストラリア、特にクイーンズランド州とニューサウスウェールズ州、ニュージーランド、フランス、トンがパプアニューギニアで人気のスポーツであり、パプアニューギニアでは事実上の国技となっている。ヨーロッパのスーパーリーグとオーストラリアの NRL がクラブの最高位の大会である。主にヨーロッパ、オーストララシア、太平洋の国同士の国際試合も行われ、 国際ラグビーリーグ連盟によって統括されている。現在のワールドカップ保持者はオーストラリアである。1895年8月29日、休業保障問題がきっかけで、主に北イングランドのラグビークラブにより、ノーザンラグビーフットボールユニオンが結成された。当時、北部の選手は週6日働いていたが、ラグビーの試合はほとんど土曜日に開催されることが多かった。 したがって、試合に出るには仕事を休まなければならず、保証もなかった。一方、南部の裕福な選手は、週5日労働で土曜日は休み。そこで北部のラグビークラブは、南部のラグビーフットボールユニオンに、仕事を休んで、試合に出た選手に報酬を渡すことを提案したが、ファは、受け入れず、新団体の結成に至った。結成時点では、 ラグビーリーグとラグビーユニオンのルールは全く同一のものであったが、ンファの選手のほとんどが、日曜日以外の平日に出勤する必要のあった、強的な意味でのアマチュア選手がほとんどであったことから、ラックモールラインアウトなどの負傷の可能性が高い、少なくとも、ンファがそう考えたルールが廃止され、現在のラグビーリーグのルールが確立されていった。また、 ラグビーリーグは設立の理由自体が金銭問題であったため選手の金銭の授受に関しては極めて寛容でありそのためプロ選手が早くから存在していたがラグビーリーグ自体はプロ選手専用競技というわけではなくアマチュア選手も存在しているラグビーリーグフットボールはイギリス、オーストラリア、ニュージーランドにおいて1895年から1908年の 間にラグビーフットボールユニオンから分裂した団体名からその名を取っている。そのうちの一つ、ノーザンラグビーフットボールユニオンは、イングランドのラグビーフットボールユニオンの分派として1895年に設立された。双方の組織は当初同じルールで試合を行っていたが、ノーザンユニオンはすぐにルールの修正を始め、より早いペースで行われるラグビー競技を作り上げていった。 1907年及び1908年にオーストラリア及びニュージーランドにおいてファー系協会から同様の分派が分裂、ラグビーフットボールリーグと解消し、ノーザンユニオンのルールを導入した。1922年、ノーザンユニオンも名称をラグビーフットボールリーグへ解消し、そのうちにこのスポーツ自身もラグビーリーグフットボールして知られるようになった。 1895年8月29日、主に北イングランドのラグビークラブにより、ノーザンラグビーフットボールユニオンが結成され、ラグビーフットボールは分裂した。労働者階級の北部のチームの成功など多くの要素がこの分裂の要因となったものの、主な意見の総意は、ファがアマチュア主義を強化し、選手への休業保障の支払いを認めなかったことが原因があった。当時、 ラグビーの試合はほとんど土曜日に開催されることが多かった。これは宗教的な慣習により日曜日にスポーツをプレーすることが禁止されていたこと、そして19世紀に制定された工場法によって一定の労働者に対して土曜日に半日の休みが与えられるようになったためである。しかし、炭鉱労働者や工場労働者など、 労働者階級の北部の選手は週6日いていたため、試合に出るには仕事を休まなければならず、保証もなかった。一方、南部の裕福なチームはアマチュア主義を維持するための他の収入源を有していた。そこで北部のラグビークラブは南部のラグビーフットボールユニオンに仕事を休んで、試合に出た選手に報酬を渡すことを提案したが、ファは受け入れなかった。 1895年に入場料を徴収した競技場でのラグビーの開催を禁止する命令をファが出したことが1895年8月29日の有名な会合へとつながった。22のクラブと電話で参加したストックポートがハダーズフィールドのジョージホテルで会合を開きノーザンラグビーフットボールユニオンを結成した。 ハダーズフィールドでの初会合から15年以内に200以上のクラブがファーを脱退し、ンファーに加入した。1897年にラインアウトが廃止され、1898年にプロフェッショナリズムが導入された。1906年ルールを変更し、1チームは15人から13人に減り、タックル後に作られるラックはプレーザ・ルニーを置き換わった。 これらのルール変更の目的の一つは、んファの選手のほとんどが、日曜日以外の平日に出勤する必要のあった、強的な意味でのアマチュア選手がほとんどであったことから、ラックモールラインアウトなどの負傷の可能性が高い、少なくとも、んファがそう考えた、プレーを排除することであった。イングランドで起こったものと同様の分裂は、オーストラリアのシドニーでも起こった。1907年8月8日、 ニューサウスウェールズラグビーフットボールリーグがシドニーのバテマニエスホールで創設された。ラグビーリーグはニューサウスウェールズ州とクイーンズランド州での主要なフットボールコードとしてラグビーユニオンにとって変わっていった。1954年5月5日にイングランドブラッドフォードオットサルスタジアムで行われた1953から54。 ラグビーリーグチャレンジカップ決勝は102,569人の監修を集め、ラグビーユニオンラグビーリーグを含むラグビーフットボールの試合の新記録を打ち立てた。また、1954年にはフランスの勧めによってラグビー界で初の世界大会であるラグビーリーグワールドカップが開催された。百六十六年国際評議会はタックルは三回まで許され、 4回目のタックルでスクラムとなるルールを導入した。タックルの回数は1972年に6回に増え、1983年にはハンドオーバーがスクラムにとって変わった。1967年には初の日曜日の国際試合が行われた。ノーザンラグビーフットボールリーグ1971から72シーズンから、 テトリーズ・ブルワディとジョンプレイヤーが初のスポンサーとなった。1990年代にルパート・マードックのニューズ・コーポレーションが全世界への放映権を有無を言わさず求めたとき、ラグビーリーグは非常に大きな影響を受けた。メディアの巨人によるスーパーリーグ運動はこの競技の伝統的な管理者に対して大きな変化を求めた。ヨーロッパでは 新たなスーパーリーグ競技会が市場を広げようとしたため冬のスポーから夏のスポーツに移動する結果となった。オーストララシアではスーパーリーグ戦争の結果として長く費用のかかる法廷闘争とファン離れが起こり非常に競争の激しいスポーツ市場におけるラグビーリーグに対して顕著な損害を与えることとなった。1997年にはオーストラリアでは2つのリーグが 同時に開催されていた。その後、ナショナルラグビーリーグの設立に関する平和協定が結ばれた。1993年に日本でも始まり、1994年には日本ラグビーリーグができ、日本人プロ第1号の今長健児を皮切りに、海外でリーグで活躍する選手も現れている。日本ラグビーリーグ協会を中心に普及が進められている。 試合時間は40分ハーフで、前後半で陣地を入れ替える。同点だった場合は、大会の形式に応じて引き分けが宣言されるか、ゴールデンポイントルールによる延長戦へ突入する。ラグビーリーグでは、対戦相手側の指定されたゴールラインを超えるまでボールを手で持って運ぶかキックで前進させ、グラウンドにボールをタッチさせることで点が得られる。これは、トライと呼ばれ、 主要な得点方法であり、4点が与えられる。対戦相手はボールを運ぶ選手をタックルし、全身を妨害することで攻撃側の得点を阻止する、よう試みる。攻撃側は相手の守備を回避するために、ボールを他の選手にパスする。トライで得点したチームは、ゴールポストにキックする権利を得る、コンバージョンキック。成功すると、さらに2点が与えられる。 ゴールポストへのキックは相手の反則によっても与えられ、成功するとやはり2点が与えられるペナルティキック。ドロップキックは通常のプレイ中にいつでも試みることができるが、この場合は1点となる。ラグビーユニオンと比べるとラックモールラインアウトなどが存在しない。また、スクラムのルールは残っているが、ラグビーユニオンと違い、形式的なプレーであるため、 不要であり廃止すべきだという意見が永年唱えられている。ラグビーリーグにおけるパスは後方あるいは横方向にのみ許される。ゆえにチームメイトはボールを保持した選手の前方へ動かないようにしなければならない。ボールを前方に蹴っても良いが、蹴った時点でキッカーの前方にいたチームメイトはオフサイドであり、ボールを触ることができない。 タックルはラグビーリーグのプレーの鍵となる要素である。ボールを持つ選手に対してのみタックルが許される。タックルは選手が相手に捕まえられた状態で全身が止まったり、ボールやボールを持つ手、腕が地面についたりした時に完了する。攻撃チームはボール保持権が移る前に前進するため最大6回のタックルを受けることができる。タックルが成立するとプレーが中断。 タックルを受けたプレイヤーは、ボールを足元に置き、足で後方へ転がすことによって、プレーが再開される、プレーザボール。ボールコントロールも重要であり、ボールを自分の前方にファンブルすると、ノックオンと呼ばれる反則になり、相手ボールのスクラムで試合が再開される。また、ボールをサイドライン、タッチラインの外側に出した場合も、相手ボールのスクラムになる。 フィールド上の選手は、フォワードとバックスに分けられているが、ルールは全ての選手に同様に適用される。それぞれのポジションは、他の選手と識別するために数字が付けられている。これらの数字は、ある人物がどのポジションをプレイしているかを同定する助けとなる。選手への数字の付け方は、試合がプレイされる国によって異なる。オーストラリア及びニュージーランドでは、 それぞれの選手はプレーするフィールド上のポジションに応じた数字が大抵与えられる。しかしながら、1996年から欧州のチームでは選手に特定の背番号を与えることが可能となっている。サッカーと同様、選手交代も許されている。戦術的に選手交代を行うこともできるが、通常は選手が疲労あるいは怪我をした時に行われる。 現在それぞれのチームは4人の選手交代が認められており、オーストラリア及びニュージーランドでは、これらの選手は14番から22番の背番号を占めている。交代した選手は再び交代選手としてフィールド上に出ることができる。一般的にそれぞれのチームは1試合12回の交代が許されているが、NRL では2008シーズン開始前から10回に減らされた。 出血による一時交代あるいは相手チームの反則行為の結果選手が負傷死守交代をしなければならない場合交代回数は消費されないバックスは一般的にフォワードと比較してより小型でより速くより敏瘍性があるバックスはしばしばフィール上で最も創造的で捉え難い選手であり守備ラインを破るために力ことごとくではなく戦術や セットプレイ、ランニング、キッキング、ハンドリング技術を用いる。一般的にフォワードが大半の仕事、ヒットアップやタックルをこなす。大抵、スタンドオフハーフとスクラムハーフはチームで創造的な役割を担うプレイメーカーである。スタンドオフハーフとスクラムハーフはチームのほとんどのパス攻撃に関与する。フォワードの二つの責務は、ノーマルプレート。 スクラムプレイに分けることができる。フォワードのポジションはスクラムにおける選手の位置にちなんで伝統的に命名されており、フッカーを除くとノーマルプレイに関しては違いはない。ラグビーリーグは世界中の30を超える国々でプレーされており、リーフでは27の国がランクされている。オーストラリア、イングランド、ニュージーランドが競合国である。 ラグビーリーグワールドカップが代表での最高位の大会であり、現在は14チーム、ランキング順、オーストラリア、ニュージーランド、イングランド、フランス、フィジー、ウェールズ、パプアニューギニア、サモア、アイルランド、アメリカ合衆国、スコットランド、イタリア、トンガ、クック諸島が参加している。以前、レバノン、ロシア、南アフリカがワールドカップに参加したことがある。 ラグビーリーグは南太平洋の国々で特に人気がある。オーストラリアでは3番目に観客数が多いスポーツであり、ラグビーユニオンよりも人気が高い。2013年。1位、オーストラリアンフットボール。2位、競馬。7位、ラグビーユニオン。パプアニューギニアは、ラグビーリーグを国技とする唯一の国である。オーストラリアのトップリーグである NRL には、 ニュージーランド最大の都市オークランドから1チームが参加している。ラグビーリーグはオーストラリア東部のニューサウスウェールズ州やクイーンズランド州、オーストラリア首都特別地域では支配的な冬のスポーツである。トンガでも普及しており、サモアやクック諸島といったその他の太平洋の国々でもプレーされている。オーストラリアのその他の地域でも毎年開催される。 ステートオブオリジン、ニューサスウェールズ州選抜とクイーンズランド州選抜の対抗戦は最も人気のあるスポーツイベントの一つである。ラグビーリーグヨーロッパ連盟は欧州及び北半球におけるラグビーリーグの発展を担っており、アジア太平洋地域にはアジア太平洋ラグビーリーグ連合がある。ラグビーリーグヨーロピアンカップ及びパシフィックカップがレフ。 および一クによってそれぞれ開催されている。ヨーロピアンカップとパシフィックカップの優勝国は1年ごとにフォーネーンズの第4枠としてオーストラリア、ニュージーランド、イングランドと対戦する。イングランドではラグビーリーグは伝統的にこの競技の発祥の地であるヨークシャーやランカシャー、カンブリアなど北部のカウンティと結びついているが、その人気は他の場所でも高まっている。 現在、スーパーリーグに所属する14チームのうち2チームは、これらの伝統的カウンティガイを拠点としている、ロンドンブロンコスとカタラーンドラゴンズ。ラグビーフットボールリーグによって発表された数字では、2008年10月以前の12ヶ月で女性のプレイ人口が81%増加しており、男女共に若年層のプレイ人口も増加している。2008年10月現在で、 4万人を超える選手が RFL によって登録されている。フランスでは1934年にようやくラグビーリーグが初めてプレーされ、1930年代にユニオン側のフランスラグビー協会の状態が相相想をつかされたため人気が上昇した。しかしながら、1940年6月に連合国がドイツによって破られた後、南部のビシー政権は、 ラグビーリーグの機関とクラブに属する資産を差し押さえ戦前にフランスを統治していた左翼人民選戦線府とのつながりからラグビーリーグを禁止した。ラグビーリーグは1944年8月のパリ解放とビシー政権の崩壊後に禁止を解かれたが1990年代までフランス当局によって無視されていた。これにもかかわらず フランス代表は1954年と1968年のワールドカップの決勝に進出し、1954年大会を主催した。1996年、フランスのチームパリ・サンジェルマンは新たに設立されたヨーロス・スーパーリーグの11チームの一つとなったが、クラブは利益を上げられず、観客動員も少なく1997年に解散した。2006年、 スーパーリーグは南ラングドックイコールルシオン地域圏のペルピニャンのチームであるカタランドラゴンの参加を承認した。カタランドラゴンは続いて2007年チャレンジカップファイナルに進出し、2008年スーパーリーグ13のプレーオフに進出した。スーパーリーグにおけるドラゴンの成功によってフランスのラグビーリーグの復興が始まり、シャンピオンナドフランスエリートワン フランスエリート一選手権のほとんどの地位の本拠とする南部において熱狂が芽生えた。21世紀初頭にはその他の国々がラグビーリーグを再開し、ラグビーリーグ、欧州連盟はドイツやスウェーデン、ノルウェー、ハンガリーといった新たな地域にラグビーリーグを広めようと努力している。 完全にプロ化された2つの主要なリーグとしては、オーストララシアのナショナルラグビーリーグと欧州のスーパーリーグがあり、セミプロリーグとして、フランスのエリート1選手権とエリー2選手権がある。NRL やスーパーリーグの下部に存在する国内セミプロリーグ、特に州あるいはカウンティレベルのリーグには、オーストラリアでは、クイーンズランドカップ、パプアニューギニからの1チームを含むと、 ニューサウスウェールズカップがある。イギリスではスーパーリーグの下部にチャンピオンシップとリーグ1がある。フィジーラグビーリーグ全国競技会もセミプロチームを運営している。その他の国々ではラグビーリーグはアマチュアレベルでプレーされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。